こんにちは、なっきです。今日はヤスリがけを解説してみました。ヤスリがけってすごい地味な感じがするんですけど、あんまりね、人のヤスリがけしてるところって見ないと思うので、何か参考になればいいなと思います。このガタガタの肌がどうつるっとしていくのかを見てもらえればいいかなと思います。それでは始めましょう。どうぞ。ヤスリがけをする前のお肌がこんな感じですね。結構輪郭を削るのでガタガタガタっとしています。ドリル型なんかのビットを使うと傷が深めにつくかなと思います。このヤスリをかけるときについでにほっぺの感じとか顎の感じとかを微調節していきます。後処理が大変になるって分かってても輪郭は削りたいなってなりますね。 3M のスポンジヤスリを使っていきます。これがミディアムで一番粗いやつですね。180相当ぐらいな感じでしょうか。ペンサンダーにつけて使うので100均とかで売ってるんですけど、スポンジの両面テープをつけて細かく切って使っています。だいたいヤスリをかけてみて、あまりに消えない凹凸はヤスっていても時間がかかるだけなので、もう一回ルーターを出してきてビットでなだらかにします。ヤスるとへこみが分かりやすくなりますね。今触ったところなんかは変な面になってたりするので、そういうのもこう丸く見えるようにルーターで削ってからヤスリをかけ直します。それを繰り返す感じです。顎周りやほっぺの下なんかは削りが足りなくって四角く見える場合が多いので、重点的にチェックして削っていきます。この辺ですね。この使っているピンクのビットは180相当のヤスリと同じ削りができるやつだったと思います。顎周りとほっぺ下がだいぶ綺麗になってきましたね。そのビット型のヤスリの話に戻るんですけど、結構刻みであったんですけど、240とか320とか緑とか黄色で使いこなせるかわからなかったのと、まああんまり買っても今ヤスリでこと足りてるなっていうことで、とりあえず180番だけ買ったんですが、使ってたら研磨剤が剥げてきてしまって、やっぱり番手は上がっちゃうかなっていう感じなので、使い捨て感が強いビットでしたね。綺麗に揃って売ってるとついね、コンプリートしたくなりませんか？全部ね、買っても良かったんですけど、なかなか確か高かった気がします。1個500円ぐらいかな、あれで売ってました。ホームセンターのお家を DIY する系のものに特化した感じのところにありました。今使ってるのがダメになったら、多分180番はもう一回買うと思います。手でやるより全然時間が短縮できるのと、手が痛くならないで済むんで、いや、それに比べたら安いもんですね。文明の利器には頼りましょう。ビットの話をしてたら、目周りのヤスリがけが終わっていましたね。目の横もがっつり削ってあるので、しっかりヤスリをかけていました。今使ってる雫型のビットは輪郭を平らにする時に使っていたビットと2本セットで入っていたものです。二重とか鼻の脇とかの溝の奥をヤスリをかけるのに使っています。太めなので削れすぎちゃうのに注意してください。もうヤスリ始めて結構経っちゃったんですけど、今は顔のパーツ周りをヤスリをかけていっています。なんか見応えないかなと思ってヤスリがけ倍速で編集してみたら、喋るスペースがないですね。プペも全然登場してないよ。まあそういう動画でも別にいいですよね。動画もちょうど半分ぐらいになったので引き続き見ていきます。お顔の中のパーツ周りって目が行く場所なので、さらに丁寧にヤスリをかけてあげます。それでここでペンサンダー使っちゃうと、残した凹凸系が全部文明の利器でね、削られてしまうので、顔の中は手でヤスリをかけていきます。時間もかかるし割と大変なんですがね、ふっくらしてる方が可愛いと思うので、パーツをふっくら残すために手でヤスリをかけていきます。ミディアムでのヤスリがけが終わったので、次はファインでヤスっていきます。240相当ですね。ヤスリをかけていって凹凸や変な面みたいなのがなくなって均一な傷になったなっていうところで、次の番手にチェンジします。
で、その次の番手にチェンジするときに研磨剤の粉とかが残ってると番手を上げても表面が荒れてしまうので、一回洗うかエアーで拭くか、こうブラシでパパパパって私は払ってるんですけどして、表面に粉が残ってない状態で次の番手に移行するといいかなと思います。で、さっき顔のパーツの中身は手でヤスリをかけるって言ったんですが、おでこからのつながりとか眉間とか鼻の上ら辺は範囲が広いのでペンサンダーを使っています。一通りファインでヤスリをかけられたのでスーパーファインに切り替えていきます。320相当ですね。番手を上げるときはその使っていた番手の2倍以上にならないようにすると、傷の感じが開きすぎずにうまくこう消していくことができます。後頭部のパーツまで削りを入れてるときは180相当でヤスリをかけるときにもう合体してやるんですが、今回は後頭部まで削りを入れていないので、この段階で肌質を統一するために合体させて一緒くたにヤスリをかけていっています。前パーツと後ろパーツで意外と後ろパーツが横顔とかの時にね見えるんですよね。それでちょっと肌質が、なんて言うんだろう、肌のツヤ感が違うと嫌なので、同じマットに仕上がるように同じ工程をしていきます。耳にもペンサンダー当てていたのは同じ理由です。今度は紙ヤスリも番手を上げて、二重や鼻の脇など溝を重点的にヤスリをかけていきます。最後にウルトラファインで全体をヤスっていきます。800から1000相当ですね。顔のパーツは小さく切ったスポンジで手でやすって、広い面積はペンサンダーでバーっとかけます。ここまで来ると肉眼ではあまり傷が見えないかなと思います。だいぶチュルチュルに仕上がりました。前パーツと後ろパーツの境目なんかも重点的に平らにしておきます。後頭部はブライスの字が入っているので消えちゃわない程度に上をさーっと撫でます。もし擦っても擦っても消えないような傷があるなっていう時は、その番手では消えないので番手を下げてもう一度ヤスリをかけていく必要があります。最後にまぶたもヤスリをかけておきます。ツヤ感を一緒にするためでスーパーファインとウルトラファインで順番にかけておきます。この目の下の部分のところにもピンク色をのせるので色が塗りやすいようにヤスリをかけておきます。完成しました。イエーイ。ということで今回はヤスリがけをしてきましたが、いかがだったでしょうか。スベスベになったかなと思います。お肌はねスベスベに越したことないですね。もう一個上にマイクロファインっていうのが1200相当からあるんですが、陶器ほどねつるっとしなくていいかなということで私は使わなくなりました。お好みと肌色によってウルトラファインまでヤスリをかけても傷が目立つなって時は使っていくといいかなと思います。ここで一つ小話を。よくあるあの調理パンでチーズフランスってご存知ですか。あの半分に切られてるチーズが入ってるフランスパンなんですけど、あれがすごい好きでしょっちゅう買うんですが、この前食べた時にいつにも増して硬かったんですよね。次の日になったらなんか顎痛いなってなりまして、チーズフランスの筋肉痛でしたねいやフランスパン系は顎をやられますね。ということで最後までご視聴ありがとうございました。こちらの動画が良かったなと思ってもらえましたら、ぜひグッドボタンを押していってください。今後もカスタムブライスに関する動画をアップしていきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。